はい、東方興産株式会社輸送部の次長をやってます、古谷です。大きく分けますと自動車部品の輸送と、あと親会社が製造している冷凍車を使ってですね、食品輸送 をやってますね。まあ、主にその自動車の方はまあメーカーさん、自動車メーカーさんの方に輸送というところと、まあ、冷凍車に関しましては大手スーパーさんですねの、やっぱりそのお店への配送というのがメインでしょうかね。そうですね、あれはうちの方針としてですね、やはりその安全というものを大きくですね、非常に取られてますんで、まあ、ドライバーさんにおいてはその安全に対する教育、そのところ、まあ、外部講習も含めてですね、まあ、受講していただいたり、まあ、あとはその実際にそのハンドルを持ってですね、その、まあ、まあ教習所じゃないですけども、まあ、そういうようなところで何て言うんですかね、その実地の運転といいますか、それをまあ年に 2回ほどやってるんですけど、まあ、実際そこで実際自分の運転 その癖だとか、まあ、あとはその悪いところいいところというところを、まあ、みんなで話し合ってですね、まあ、そんなようなことをやったりですね、まあ、あと幹部候補者に関しましては、まあ、経営について、まあ、やっぱこれも外部になるんですけども、まあ、やはりその2泊3日ぐらいでですね、その、まあ、経営に対してのものとか、まあ、あとはその、まあ、コミュニケーションについてですかとかですね、そういうものをまあ勉強してですね、まあ、今後 その幹部候補生に関しては今後、まあ、幹部になってですね、まあ、経営者的なことをやっていただくというようなところを踏まえた中で、まあ、そんなこともやってますね。車の商売ですから、まあ、技術というものも大切なんですけども、やはりその安全とですね、品質と、まあ、あとはその効率ですか、あとはその礼儀というところをですね、やはり考えていただける人で、やはりその長くやっていくという気持ちを持っていただける人っていうのかな、やはりその、まあ、腰掛けというものではなくてね、やはりそのうちとしても長く働いていただきたいし、やはり長く働ける環境は整えていくつもりでもいますし、まあ、今もやってますけども、今後まだまだ福利厚生含めてですね、長く働いて、まあ、家族にも喜んでもらうような形の会社を目指してやってますんでね、ですからやはりその安全安心というものをですね、やはり自分の中で持っていただいて、で、まあ、その仕事に就いていただくという方をやっぱり求めますね。女性の方は今私の、まあ、数は少ないですけども働いていただいてますんでね、まあ、やはり女性の方が働きやすい環境というところもですね、やはりそれは整備しながらですね、やはりその女性の方のドライバーもやはりどんどんそのうちとしてはその受け入れていきたいというふうに思ってますし、ましてや最終的には女性の方の幹部候補といいますか、幹部といいますか、いうことが、まあ、そういうことがいられてもいいのかなというふうには思ってます。やはりですね、その東方興産に働いていただける方、まあ、働いていただきたい方たくさん募集はしてます。やはりその先ほど申しましたけども、やはりその長くですね、やはりその働いていただくで、まあ、当然その会社も幸せになる、やはりその働いている方も幸せになる、ましてはその家族の方までですね、幸せになるようなですね、会社を目指してますんで、ですから長くやはりそのみんなでですね、その力を合わせて、いい会社にしてですね、まあ、皆さんで幸せになるというようなところを目指してます。私、東方興産の千葉営業所所長をやらせていただいてます本宮と申します。主に2トン車、3トン車、4トン車、10トン車などで、まあ、量販店ですとかテーマパークなどに、まあ、冷食、チルドなどを配送させていただいてます。まあ、ちょっと知り合いが私の場合やってて、で、まあ、一緒にやらないかと言って、まあ、少しお手伝い程度でやってみたんですけど、意外に楽しくて、まあ、いろんな人と接しながらいろんなところに行けるっていうのも、まあ、魅力の一つで、まあ、それで気がついたら長くやってたっていうのが、まあ、現状ですかね。はい。まあ、私が入った時はやっぱり運送屋なんで、まあ、結構大変だったんですけど、今はお休みも多く時間も短く給料もそんなにそこそこの、まあ、生活できる感じでいただいてるんで、まあ、うちのドライバーさんたちも、家族とこう時間を取れていいって言っていただけるんで、
すごくいい会社になったなと思っております。会社の方では給料だけじゃなくて、まあ、その後 の、 まあ、保険とかもそうですし、退職金なんかも賞与なんか出したりとか、そういう、まあ、休みもあるけど家族と、まあ、楽しめるようなそういうことまで考えてくれる上層部がいるんで、まあ、そういうのでいいかなっていうとは思っております。はい、できれば、まあ、若い人で経験あるなし関係なくうちで教育しながら一緒にやっていければなっていう人たちを募集したいなと思ってます。やっぱやる気がこう伝わってくる人が本当はいいんですけど、ただ喋って会話をしてみないとわからない部分って多分あるんで、来ていただければ内側の色に染まっていただけるようなそんな教育していくんで、この人じゃなきゃダメだっていうのはないですね。はい、とうちの営業所はみんな家族で家族みたいな楽しい営業所で面白おかしくやってる営業所なので、未経験者も関係なく募集しておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。千葉営業所のドライバーをやっている丸山と申します。入社して丸17年ですね。もともと前もドライバーをやっていて、なんかちょっと都合が悪くなって辞めた時にちょうど新車が並んでる会社があったんで、調べたら東方興産という会社でちょっと募集してたから応募して面接をしてもらおうと思って入ったのがきっかけですね。今はもうだいぶキャリアも積んでるんで、まあ、仕事もそんなに大変ではないっていうのが正直なところですね。前も運転手をやってて、でこの会社とやっぱ比べると、他に比べれば仕事もそんなにきついってほどきつくもないし、まあ帰れないとかそういうこともないんで、ちゃんと家に帰って寝れる、家族との時間も取れる、そういうところはやっぱりいいところだと思いますね。ぜひ一緒に働ける仲間がいれば来ていただけると、みんな楽しいやつなんで、ぜひ応募してください。お願いします。東方興産千葉営業所の川淵隆一と申します。よろしくお願いします。ですね、前の会社で小さい車でバンで2年でトラックで始めて2年半ぐらい、それでそれからこの会社に移りました。はい、まあ、全部で4年半、まあ、5年弱ぐらいですね。はい、まあ、新米ですまだ。前職は父と一緒に居酒屋みたいにやって調理師やってたんですけど、子供が生まれて、まあ、いいっていうか、まあ、中学生ぐらい、中学生っているんですけど、夜の仕事なんで昼働けないってみんなに言われて、まあ景気も悪いですし自分でやっててもあれなんで、この会社移ると、知人の紹介で来たんですけれども、昼間働けるってことで、はい、でまあ自分の休みとかも希望も取りますし、はい、ということでやらせていただいてます。はい、とても和やか、皆さん和やかで、パッと入って、この4月から入ってきたんですけれども、とてもよくしていただいてます。はい、まあドライバー未経験の方でも、一から始めたいという方でも大丈夫だと思います。私もできていますんで、分からないことは分かるまで聞けば教えてくれますね。まあ、聞かない限りはできるだろうって言われちゃう場合もありますんで、分かんないことは素直に、できないから分かんない、やったときないから分からないで教えていただけるんで、納得いくまでやって、それからやった方が、まあ、事故とかにもつながらないですし、安心して働けると思います。はい、ドライバー求人サイトの